めっちゃうまっ。今日は講演ありがとうございました。楽しかった。今日ね、大人っぽくね、巻き下ろしにしてみたの。なんか韓国のさ、女の子の映像を見たらさ、私も外巻きしてみたいと思って。ほらどうですか、どんな感じに映ってたかな、可愛かったかな。まあちょっとそれはね。でもなんかめっちゃ暑すぎたから今やる髪型じゃないかもって思っちゃったけど、まあ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 、どうだった、巻き下ろしにしました。めっちゃ可愛かったです。だって嬉しい、ありがとう、嬉しい嬉しい。昼夜ってか、あ、昼じゃないや、2日連続目撃者公演だったんですけど、もういっぱいお客さんが入っててくれててすごく嬉しかったです。皆さんありがとうございます、ありがとうございます、とっても嬉しかった。嬉しい嬉しい。あー、3日間頑張った頑張った。ちょっと疲れちゃったけど、今日は30分ショールームしてもう風呂入ったら寝ちゃおうかな。寝ないけど、さすがにまだ寝ないけど、寝ないけどゆっくりのんびりしちゃおうかな。かき回しいいですね。だって本当に思ってますか。イエーイ、ありがとうミラーボール。RKP ありがとうございます。特にファンの方がいっぱいいてくれて、うん、昨日も今日も嬉しかったです。のべたかさんもありがとう。てっちゃんもラブラって、うちは嬉しかった、ありがとう。ヤスさんもありがとう。うん、うまい。うん、こんな顔になっちゃう。昨日ね、甘いものが食べたすぎてもう本当に食べたくて、もうめっちゃ、私あんまめっちゃあるんですけど、たまにあるけど、もう本当に食べなきゃ気が済まないって感じ。なんか買わなきゃって、もう使命感みたいな感じのやつだから、ローソンでこんなのいっぱい6個いくらのやつを買ったんですよ。さすがにね、2切れしか夜ご飯食べ終わったら食べられなくて、朝1切れ食べて、今だったら3つ食べれちゃう。おいしい。ありがとう。
タワーありがとう。タワーがタワーをくれました。なんて書いてんの。劇場15番。おーすごい。あの席15番だったの。1501回目訪問おめでとうおでだって。みんなおかもにおめでとうって言ってください。嬉しかった、公演来てくれて。しかもね、1列目だったんです。今日ひのちゃん推しだからです。ひのちゃん推しで、おかもは日頃良いからです。ありがとう。みたらしが前あったけど美味しかったです。あ、本当。黒ごまとかあったよね。フルフルに寄ってくれました。だって私本当にフルフルが食べたくて、なんかお休みを見つけてフルフル買いにあのフルフルを買いにわざわざ行こうかなと思うくらいめっちゃ今食べたいの。私の分買ってきてないよね。もうめっちゃ食べたいの。来週行ける時間あるかな。本当に、あ、来週行こうかな。うん、明太フランス、明太フランス以外のおすすめ、私はメロンパン美味しいです。あそこのメロンパン本当に美味しい。メロンパンと、メロンパンと、え、あとなんかあるかな。ふきゅん、え、あとなんかあるかな。あ、栗と3種類のナッツのやつめっちゃ美味しい。イエーイ。ありがとう、いっぱいユートが来る。ヤスさんありがとう、朝ごはんもありがとう。イエーイ。ダメタカさんも、あ、誕生日おめでとう。吉田さんもありがとう。ノブリンもありがとう。バッキュン、ニコラスもありがとう。トモキもありがとう。 RKP もありがとう。タナベッチありがとうございます。ヒラミフライもうまだって。うまい。ショートケーキじゃないや、なんだっけ、うまい。じゃあなんだっけ、ロールケーキ。てっちゃんもラブだって。リノもありがとう。ヤスさんもヤシの木ありがとう。ともきかわいい、ありがとう。とまさんも、なつきくんもラブだって。早く会いたいね。あーん、かわいいだって。栗とナッツのメモね、栗と3種類のナッツのやつだって。そう、名前忘れちゃった。マカデミアみたいなやつだったかな、忘れた。あとね、
ルフルの上のレストラン美味しいんですからって知らない気になってるけど行ったことないです。私が好きなのはフルフルが好き。待ってね、今パの本当にもう何ヶ月も行ってないの。私舞台の時に行ってから行ってないかな。私が買うのはメタフライとメロンパン。目がつくもの。めめめめめめ。ショコラっぽい食べて美味しかった気がする。だってローロロロロロ、うん、あ、かりんとうドーナツも美味しかった。なんかね、スティックになってるんですよ、それ。ドーナツみたいなやつで、目がカピカピする。フルフル行きたい。あ、メンバー連れてないだ。確かにメンバーあれ、舞台のいぶきの舞台見に行った時かな、なんかあった気がするね。それ何時だっけ。何だっけ。でも俺ほんと2ヶ月は行ってない。誕生日とか絶対行ってない。今日の公演終わりにもいのちゃんの目撃情報がありましたって怖いねえ、見て怖い。いのちゃんの目撃情報がありましたが、何ですか、ですか、何ですか。だってえ、目撃情報があったの、すごくない。私のトゥイルちゃんの目撃情報があったらしい。今日は終わった後ボイトレまで2時間くらい時間があったんかな、1時間2時間くらい時間があったから、そう、ゆえちゃんとどうするみたいな話になって、そう、それで あれ一緒に行ったんですよ。スタバに行ってきました。それかな、僕たちはですね、目撃者逃げ気も終わりにはしない。で行きました。でもマークイズ人多すぎて、ゆえちゃんと2人で行きました。でもお持ち帰りです。私たちはいつも真実、大阪では目撃してませんだって。やっぱそんなもん、時代の天ぷらの高尾行きました。土日の天ぷら高尾めっちゃ混んでそう。ピクミンのポーチ、でで行きそうになろう、でで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 、イノエルカップルだって。私もイエルちゃん大好き、負けないぞ。あ、私とイエルちゃんのカップルが好きってことか。あ、じゃあ嬉しいです。バイトはりのちゃん見るのが癒しです。だってかわいい、バイト頑張ったね。バイト頑張ったね。どどん、入れるもんこんくらいしかなかった。あ、疲れた。1184ありがとう。 Thank you。 なんか8月は楽しいこといっぱいしたいですね。
って思います。なんか楽しいことしたい。おめでとうだって。Thank you。 あざます。なんかピアスの穴が塞がりそう、怖い。おいよ。洋服かわいい。だってこれはもうめっちゃ前にお母さんに買ってもらった、ユニクロで買ってもらったやつで、しかもセールで。ゆうちゃん部屋着買ってきたよって言われたの去年かな、去年ぐらいに買ってきてもらったのをずっと着てる。ユニクロ様様です。あ、でも最近 GU で服買った。私 GU でね、久々にね GU のさ店舗行ったらさ、あれ、あ、何できた、 GU の店舗行ったらさめっちゃ可愛い服あってさ買っちゃったよね。なんかそれがなんかトレンチみたいなコートみたいなやつで、え、 GU にしかも結構今年さトレンドみたいなやつでさ、え、GU にこんなんあるんだと思って買ってみてしまったんだよね。そう、あるんだと思って。ちょっと何かさ、公演終わりにさ写真撮ればいいんですけどさ、いつも公演終わりに写真撮るの忘れちゃってさ、結局さなんかメイクとか落としちゃったりしてさ、結局忘れちゃうんですよね私。なんか最近特にメイクがメイクしてるのが日が続いてるから、なおさら、そう、なおさら、うん、いやと思ってメイク落として帰っちゃうことが多いから、なくてメイクのし感じ。え、すごい、アウトレットで今のうちの冬服爆買いしちゃった、だって爆買い。じゃあそのさ、お洋服を私に見せに来てくださいね。女性もののブランドのお店、りのちゃんのインスタ見せて、店員さんと盛り上がる楽しさを覚えてしまいました、だってかわいい
私に似合う洋服で、私のファンの方結構洋服くれる方多いかも。洋服系めっちゃくる。お洋服、夏服とかなんか特に着てます。めっちゃやっぱりさ、そのなんかワンピースとかもらうこと多いんですけど、公園にワンピースはあんまり着ていくことがないからさ、そうないからあんまりワンピースはね着ててもさ、あの写真ポーって撮ることしかないんですけど、 T シャツとかは意外と着てること結構多くて、何もらった T シャツ結構着てますインスタのストーリー面白かったですだって、キャプテンのやつキャプテン野獣みたいだったんだもん。面白かった、楽しかったし。お見送りで気づいてくれてありがとうだって。いえいえ、楽しかった。今日もサボテンでした。2日連続サーボテンです。夢たちが眠ってるよ。あ、歌ってたらマイクが来た。手につける太陽を土砂降りの汗をかこう、がむしゃらに生きてゆこう、ごまきではない、ピパリガラセデンティア、何も変わらず日常は、ズンちゃんズツちゃん。最後もがみさんじゃないや、なんだっけ、ナッピさんになんて言われてたのだって。そう、今日ナッピさんと一緒にあの VR を締める予定だったんですけど、ナッピさんが見つからなくて、私普段さポニーテールしようのにポニーテールされてたからさ見つからなくて、そう、それであいないから、じゃあもうゆるちゃんとやっちゃおうと思って蓋を VR の蓋締め、あれ担当決まってるんですよ。そう、担当決まってて、今日ねあのナッピさんだったんだけど、ナッピさんいない、え、ナッピさんいないと思ってゆるちゃんと一緒にしたら、後ろにまだいまだいた。どうだから、えってなって、すいませんすいませんって言ったら、ゆいるちゃんとやりたかっただけでしょって言われたんだけど、本当にあの本当にね、あの本当にナピさんがマジで見つからなかった。めっちゃ探したの。え、ナピさんでもさ、ナピさんさ結構あの髪の毛下ろしてること多かったからさ、びっくり。でそれで私が VR を親しめて帰ってたナピさんが「え?」みたいな。でもそうなってたって、よく見てたね、すごい、そんなところまで見てたの、さすがりのちゃん推しです。そうです、だから本当に卒業するまでもっと仲良くなりたいなと思います。そう、あれね、あのね決まってるんですよ実は、毎回当番がね。リアル三役になって、三役にならゴール服が残る。そうだから今日は私の担当の日でした。寂しいだけの関係、君のせいでも、わちゃわちゃしてるのリーメンベネム映ってましただって。私見てないや。なんか DMM ってそもそも何撮られてるか分かんないですよね。たまにさ私は見返すんだけどさ、見返したらえーみたいな、ここみたいな時もあったりする。よくわかんない。
チャはわちゃわちゃないや。リチャッキンの MC 面白いね。面白い後輩ですね。ミスが知ってた。あ、でも14日のお盆の週の公演がなんとなんとなんと追加されました。だからめっちゃ公演いっぱいあるんですよね。なので皆さんぜひあのお盆ね、お盆もねそれぞれの予定で忙しいと思ったし、あの飛行機とかもね多分高いと思うので移動費も大変かもしれないんですけど、ぜひぜひあの8月もう目的地多分これ以上ないと思いますので、遊び来ていいなーって、遊びに来てほしいなってすごく思います。ただ普通にもあのお盆の週にも公演ができるからしようって感じで、そうそうそう、だから、あそうやん、みんな聞いてほしい、社服前に目撃者みたいだって。そう、私社服もあるんですよ。だからぜひ、意外とね、思い出した、私もそれを最近知ったんですけど、社服が目撃者があって、その後ほんと1時間2時間後くらいに社服があるんですよ実は。だからちょっと残ってもらって社服までぜひやってもらえたらいいなと思うんですけど、もう飛行機は取れませんだって。さ、そうなんだ、飛行機は取れないかもしれない、取れないって言われてるんですけど、もうそれはしょうがないです。なのでぜひ来れるよっていうね、まだなんか行き先みたいなそういうのが残ってて来れるよって人いたら来てほしいなってめっちゃ思います。飛行機がダメなら新幹線ならって。そう、1階から7階へ本当に来てほしいなって。本当だよね、飛行機も宿もこれから取るとき行きたかいんだよだって。まあその気持ちもすごくわかるんですけど、でも夏休みにね、お盆の時期に公演をさせてもらうってことなので、そう、またね新しい方が見に来てほしいなってすごく思いますし、ちょっとね急に発表するなよって思っちゃうかもしれないんですけど、でもメンバーとねまた会いに来れるということで、ぜひねもう来れる方いたら来てください。新幹線だと取れますだって。まあ無理しないでね、また9月もう目撃者は多分8月そこがラストですけど、9月はまた目撃者あると思うので、ライブ前に行けたら行きますだって。でもぜひ社服に来る予定だった方は公演もちょっと早めに来てほしいなって思います。だから公演に逆に当たった方は、逆に公演に当たったから社服に来るって方も多いかもしれないじゃん。そう、なんか公演来たからせっかく社服寄っちゃおうみたいな方も多いかもしれないから、そういう回の社服にそう出演できるのは、そう、私もすごく嬉しいし、スペシャルなので社服は。トレンディエンジェルさんとか来るんだよ、私テレビで見てたんだけどと思ってすごく楽しみなんですけど、あと19もありますね、あのパジャドラは。それはもう決まってるんですけど、あとのパジャドラはいつ出るのかな、私ちょっとわかんないんですけど、19は出ます、夜かな。私17ならいけそうです、いのちゃん出るかな、だってわかんないわかんないけど、どうだろうね。最近プレドラ出てたっけ、私
ジで分かんない。「中継行くよ」だって。「体調良くなりました？」あった？「社服はスペシャルよ」前回私前回もねスペシャルだったの。そう、前回私前回誰いたっけ？誰がいたっけ？あ、そう、ニューヨークさんとか風水屋さんがいたんだよね。そう、めっちゃ有名だもん。いまだにテレビとか見て、私この彼と共演したんで、やっぱでも共演できるのめっちゃ聞いて嬉しかったし、なんかオーラがありました。その時がさ、あおちゃんとかの時かな。あおちゃんと一緒出た時がさ、スペシャルだった。うん、あおちゃんめっちゃさ、お笑い大好きだから楽しそうだったの覚えてる。え、それぶりかな。私その後にもう一回出たのかな、忘れちゃった。多分3、4回目です。うんうん、でも今回も私すごく久々だから、公演後かもし、公演後なのでちょっと疲れてるかもしれないんですけど、ちょっとまたね、あのその時間を空いて休憩して今日引き締めて頑張りたいなと思うので、皆さんぜひチャーフク遊びに来てください。公演も、追加の公演もお待ちしております。よいよし、終わりにしよう。こんばんはだって。こんばんは、はやとくんありがとう、かおもありがとう、なべたかさんもありがとう、あ、ぎゅうちゃん今日もありがとう、ラブハリーさんもありがとう、たかさんも愛だって、きゅん、かおもありがとう、 RKP もなつきくんもありがとう、ニコラスもかわいい、ありがとう、きろちゃんもありがとう、りのじゅう
ムさんありがとう、もぐもぐパクパクもありがとう、やすさんもありがとう、ひろちゃん尊いだって、尊い。はい、ではもう今日は終わりにしたいと思います。お風呂に入ってきます。はい、13位がはやたくん、12位が RKP さん、11位がニコラス、10位がタカさん、9位がタナベッチ、8位がナベタカさん、7位がノブリン、6位がトマさん、5位があれ7位がノブリン、6位がトマさん、5位がヤスさん、3位がギュウちゃん、3位が朝ごはん、2位がハセボのてっちゃん、1位がオカモでした。ありがとうございました。オカモがタワーをくれました。ありがとうございます。タワーありがとうだって、ありがとう。オッケー、スクショ撮れた。すごい久々のタワーじゃないだって。どうやったかな、いいかな、撮れた。ありがとうだって、ありがとう。はい、みんな見てくれてありがとうございました。3日連続公演だったね、そういうの久々だったかもね。みんなも DMM とかね、こう劇場に来てくださった方、お祝い、お祝いじゃない応援してくれてありがとうございました。じゃあちょっとお風呂に入ってゆっくりしながら、あのメールとか SNS 更新しようかなって思います。ではまたねん、バーイ。バーイ、ありがとうございました。私も出前が到着しましたら、っていっぱい食べて。バイバイ、ありがとうございました。